はい、こんにちは、こんばんは、ボスくん、くんちゃんのパパです。今日はね、くんちゃんと二人で、山と河川敷にやってきております。はい、くんちゃんで、今日もね、くんちゃん動画で最後の方にね、ボスくんね、撮影したいなと思うので、よかったら最後までご視聴ください。もうね、匂いまくってる、くんちゃん。もうね、多分めっちゃ匂いするんちゃうかな。なあ、以前もね、ここ来た時にね、野生動物、日中にもかかわらずね、野生動物がいたんで、もう多分ね、夜なんかはもう野生動物のね、パーティー会場になってんのちゃうかな。おいで。匂い出る、匂い出る。ほらほらほら。なあ、もう撮影できひんやんかな。嬉しそう。でもね、この匂いとかね、クンクンしながら、これがまたワンちゃんにとったらね、楽しいんですよ。コン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 、匂いで。なあ、婚活やな。うん。今日はね、ボスコンくんちゃんトークではなくてね、パパトークでね、撮影していきます。昨日もね、確かパパトークやったかな。また最近ね、ちょこちょこボスコンくんちゃんトークしてね、懐かしいですとかね、面白いですとね、たくさんのコメント、いただきありがとうございます。また時間のある時はね、ボスコンくんちゃんトーク楽しんでもらいたいなと思っているので、これからもボスコンくんちゃんよろしくお願いします。はいはい。なんかトトロに出てきそうやな。あ、これ獣道ちゃうかな。ちょっと分かりにくいな、動画じゃちょっと伝わりにくいですが、これ多分獣道です。ほら、獅子神様来る前に行くで。へへ。いやー、ここなんかいい感じやな。後で写真撮ろうか。くんちゃん、後で写真撮ろう。はい、まっすぐ行けよ。くんちゃん、止まらない。ほら。もうね、くんちゃんもくん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 。すごい。で、今ね、朝一の撮影です。朝一の撮影なんで、ちょっとまだ地面がね、濡れています。おいで。何してんの？パトラッシュ！パトラッシュ！誰がパトラッシュやねんと。パパ寝ろかって。そんな話してるとね、パトラッシュまた見たくなってきます。小さい頃はね、パトラッシュよう見てました。あとは101匹ワンちゃんとかね、まあ、101匹ワンちゃんのあのブッチが欲しいのっていうおばさんがもう怖くて怖くてもうたまらんかったけど、今でも怖いな。おいおいで、行くぞ。掘っていこう。ふふふ、嬉しそうに走って。楽しいな。最近はね、日に日に朝一寒くなってきて、もうかなり寒い。もうね、ボス君にとったら最高なんですが、車がね、今ちょっと、まだ届いていないんでね、軽自動車ということで、まあまあ2頭乗せるとね、大変です。あとはね、ちょっとゴミとかもね、朝一ほかしに行ったりしてるんで、まあ、2頭乗れない感じ。やっぱ軽自動車狭いな。あっち！何これ？バラやん。バラに引っかかった。痛いわ。バラに引っかかった。バラでございます。君はね、バラより美しいという歌がありますが、いい歌ですよね。やっぱね、軽自動車狭いです。まあ、クラウンもね、大概狭いんですが、でもね、軽自動車ほんま狭い。もうね、犬が2匹乗るとね、小型犬やったら余裕なんですが、超大型犬が2頭乗るとね、やっぱりどうしてもゴミ袋ね、ゴミ出しが乗らなかったりとか、あとは買い物袋が乗らなかったり、あとワンちゃんと出かけるときってね、リュック持ち歩いてるんで、うんち袋が入ってたり、水が入っていたり、おやつが入っていたりとかね、なんでもう荷物いっぱいでね、とてもやないけど、ボスくんくんちゃん乗れない。なあ。かといってね、ボスくんだけを連れてったらって、何ここ誰か住んでる？不法投棄やな。くんちゃん行ったらあかんで。誰かここで寝てんのちゃうかな、ソファで。もう、ソファもね、なんでこんなとこ捨てんのかな。まっすぐ行こうか。来い。こっち行けんのかな、こっちまで。不法投棄とかね、まあ、田舎綺麗にされてる方多いんですが、まだね、やっぱり、田舎の都会の方からね、
お金払って捨てたくないとか、捨てに行くめんどくさいって方がね、不法投棄されに来ることが多いんで、まあ看板とかでもね、不法投棄禁止とか、監視カメラついてますよなんてね、あとはパトロールしてますよっていう、警告があったりとか、こっちは無理やくんおいでまだね、この2022年かな、今不法投棄ねされてる方がいます。あかんなクイーン、おいで戻ろうか。なんやねん急になんやねん急に。誰か住んでたクイーンちゃんとか、こうやってね話しててほんまに誰かいたらビビりますよね。ほらほい行ったらあかん。はいはい、もうね行くなと、行くなって言ったらもう行かさない。あの何があるかわからないんでね、まあ誰か住んでるぐらいやったらねいいけど、ガラスとかね足に刺さったりしても嫌なんで、基本ねパパが見えるところ、歩くところ以外はね、行かさないようにしています。よいしょ、なんか川の水前より多いな、なんか前より水が多いぞ。えい、行けへんや、前ここずっと歩いてたのに、この川水が増えてる。クインちゃん無理やわ、あっち側行こう。クインバイ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 、怖い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 、ごめんごめんごめん、ほらゆっくり行こう、ほらおいで、ほらゆっくり行こう。もうほんま朝から元気、帰ってねまたボス君撮影するんでね、ボス君もね楽しみにしていてください。ボス君だけでもよかったんですが連れてくんの、なんせねクインちゃんの方がね運動量多いというか、まあ、活発にね、まあ、運動させたりするんで、やっぱりねどうしてもクインちゃんになってしまいます。ほんでボス君はね、お散歩、まあ、ゆっくりねのんびりお散歩させたり、まあ、ラジコンがあればねボス君ラジコン走ってくれるんですが、なかなかねやっぱり朝一ということもあってな、クインちゃん行くで、はい行くで、ほらあ、しまった、さっきんとこで写真撮りたかったのに、こっちまで来てもうたやん。ちょっと写真撮りに行こう、クインちゃんめんどくせって顔すんな、おいでクイーン。あれどっちやったやろ、もっとあっちかな、もっとこっちやったっけ。もうねクインちゃんからするとね、写真なんかどうでもいいやんと、もうそんなんいらんから早くあっち行こうと。でもね写真撮影してね、最近はねYouTube もそうなんですが、おい止まんない、行くぞ。インスタグラムね結構素人ながら写真にねこだわるっていうほどのこだわりでもないんですが、ちょっとねなんかこう今までと違うように撮影したり。なんでよく歩くんクインちゃん、クインちゃんなんでよく歩くん、もうクインちゃん撮影しにくい、あっち行ったりこっち行ったりほんまにもう。まあそれがね犬なんです、クインちゃん犬やもんな。はい、まっすぐやで。さっきのね写真撮りたいな言うてたところで、写真撮るときにね動画終了して、続きはねお家帰ってからのボス君撮影したいなと思って。あれこっち違った、あれうわだる、あっちやんクインちゃん、あっちや、ごめんクインちゃん、クインちゃんごめん、あっちやクインちゃん、クインちゃんごめんごめん、あのねパパボケボケ、もっとあっちでした。おいでクイーン、まだもう似たようなとこばっかり歩いてるとねわからなくなる。あれクインちゃん消えた、クイーン、クインちゃん今日もね元気いっぱい一日えいえいおーということでね、いいよ言うてもね、もう動画6時投稿やからもうお疲れ様でしたやわ、クインちゃん。今日も一日ね、お疲れ様です。はい。一、二、一、二。まだこれね、帰ってからボス君撮影してね。ハードやな、クインちゃん。かっこいいな。クインちゃんがね、顔を上げてコンコンして匂い出る姿っていうのはね、とてもかっこいい。なあ。そう言ってたクインちゃん、
以前ね、アンジュンドッグフィールドさんのね、グレートデンのブリーダーさん、遊びに行かせていただいてね、撮影していたんですが、5ヶ月かな ?5 ヶ月の時で、もうね、クインちゃんより大きいらしいです。やばいですよね。5ヶ月でクインちゃんより大きいって。もうクインちゃんね、基本小ぶりなんですが、でも5ヶ月でクインちゃんより大きいってね、すごい。やっぱりね、違います。もうあれはね、写真や動画じゃね、ちょっと伝わりにくいんですが、本当にね、大きいです。またね、行かせていただいた時に、撮影ね、させていただいてね、また、撮影したいなと思います。楽しみにしていてください。もうね、したいことがいっぱいありすぎてね、あれもこれもあれもこれも。なあ、クインちゃん。うわ、何これ。クイン、ちょっと待って。うわ、お前、どこ歩いたんな。これ、お前、川入った？ドロドロやん、クインちゃん。あ、ここや。ここでね、ちょっとね、写真クインちゃん撮ってね、またね、帰ってからのボス君撮影したいので、お、びっくりした。今ね、この葉っぱがね、この浮いてる葉っぱが、パパ見てなくてカメラ越しで見ていたらね、人に見えた。ほんで、人に見えてこっち見たらね、いいひんかったからパパな、えって、ちょっとね、ドキッとしました。なあ、クインちゃん。でもね、人がいたらクインちゃん真っ先に気づいてくれんもんな。これなんやろ、野生動物の足跡かな。かなりでかいな。なんか知らんけど、でかいな。じゃあまたね、引き続き、ボス君、お楽しみください。ボス君。ああ、クインちゃんやめてよ、ほら。ボス君。ただいま。ただいま、ボス君。よしよし。お前、ボッサボサになってるやん。遊ぶかなあ。やで、こっち。何して遊ぶ、ボス君。なあ。クインちゃんじゃない。クインちゃん先取ってやろ。はい、ボス君。走るか、ボスか。ほいで。ほら。ほい、ボス。ほい、ボス。ボスくん、走らへんもんな。これ、クインちゃんやめて、クインちゃんやめて、こら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 。よいしょ。今ね、帰ってきて、ボスくんね。まあ、ボスくんなんで、走ったりはしませんが。なあ、ボスくん。賢く待ってたな。はい、クインちゃんやめて、クインちゃんやめて。ボスくん、次僕の番だよって。僕も行きたいよって。パパ僕も行きたいよって。クインちゃんやめて、クインちゃんやめて。ボスブラッシングしなな。今からね、とりあえずボスくんね、耳掃除してブラッシングして、体拭きシートでね、体拭いて、綺麗にしたいなと思います。これクインちゃんやめて。今日も見てくださりありがとうございました。またよかったらね、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ボスくん、ボスくん寝転んだ。ボスくん寝転んだ。じゃあね、また明日、楽しみにしていてください。ちなみに、クインちゃんずっとね、こんな感じで撮影していました。クインちゃん話すとね、もうすぐね、これを押し付けて遊ぼう遊ぼうって言うんで、ずっとこんな感じで、ボス君をね、こうやって撮影していました。じゃあね、また明日、お待ちしております。バイビー。